チワワ1頭しか出てないですね。あ、なんかもう勝手に持って行って、あー終わってしまった。もう5分ぐらいで。あ、チワワが一瞬にして終わってしまいました。いやもう5分ぐらい、いや今から撮ろうと思って今出したばっかりだったんですけど。あ、いや違う、終わってない。チワワダサいの向こうに終わってないし、違う、終わってないし、ちょっと聞いて、終わってないし、日本人もいる。だってチワワは日本でもすごい人気だったからさ、日本人もすごい好きな人たくさんいるもんね。そういうさ、この多分リングの周辺にもさ、日本人が多分たくさん来てるから、注意してる。うわ、チワワだ、すごい。あ、この犬がいいな。あ、これもいいですね。そうでしょ。そう。だから言ったじゃん、パピオンの、これ全部またビデオに入ってるから、これちょっと静かにして。声が全部入ってるよ、ビデオに。クールドックスのジョエルです、今日は2019年、2月11日ウェストミスタードッグショーですね。チワワのリングです。ロングヘアチワワ。チワワは日本でもすごい人気でしたからね。だから日本の、うわ、この33番のこの人、この犬すごいですね。この犬すごい、この犬すごいですね。この犬すごいです。チワワは日本でもすごい人気だったから、僕はちょっと存じ上げないんですけども、この方多分日本人の方ですよね。この綺麗な女性の方、この方多分日本人の方だと思いますね。向こうの9番の男性も多分日本人の方だと思いますね。僕はもうあえてというか意図的に、もうずっと昔から日本のドッグショーに関係しないようにしているので、僕はもう本当存じ上げないんですけれども、おそらく、日本人の方で、その多分有名な方なんでしょうね。おそらくそうだと思いますね。僕は存じ上げません。僕はもうあえて知らないようにわざとずっとしてきましたから、日本人の方はもう知らないようにし
してます。わざと意図的にそういう風にしています。そうしないとそのたくさんのその何ですか、ドッグショーに関係する出場したいという人に僕は犬を輸入していますから、そのなんかそのなんていうかな、いろいろなんかあんまり良くないことが起きるんじゃないかと思って、僕は意図的に自分でそういうふうに思って、今まで日本のドッグショーの関係者の方、ハンドラーの方とかジャッジの方とかとあんまり知らないように関係しないようにしてきました、ずっと。ですから僕は存じ上げませんが、ハンドラーの方なんですかね、それかなんかチワワを飼っていらっしゃってオーナーハンドラーで出ていらっしゃるのか分かりませんが、多分日本人の方なんでしょうね、おそらくそうだと思います。いや、すごいいい犬だと思いますよ。その日本人の方が、日本人の方と思われる方々が、今引いてらっしゃる犬いいと思います。ただ僕はこの33番の男性の犬もいいと思いますね。あとどの犬がいいかな、ちょっとちゃんと見てないんですけど、まだ。ああ、これもまあ、ってどれがいいかな。あ、これがいいですね、これ犬。どれがいいかな。あ、これがいいな、これ33番の犬、間違いない、絶対あの犬いいですね。まあ僕にはそう見えます。僕はですよ、あ、この犬もいいかな、この犬もいいな。あ、この犬もいいな。7番の犬もいいですね。7番、この33番、あれいいですね。33番の一番最後の犬もいいですね。どれがいいかな。これこういう風にして審査されますね、どれがいいかなとか。なんか順番が何か違うんでしょうか。向こうに行った方がいいとか、なんとかが、あ、なんかただ話してるだけ。さて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 、ここからまあそのいや、これくらいかな。今日は小さいからちょっとやっぱアップしないと見えないですよね、ズームアップしないと。あ、いかん、全然違うとこ撮ってた今。いや今ね、隣の席がなんかいろいろ人が入れ替わったりなんとかなんとかしてて、ちょっとねややこしいことになってるんです、右の僕のベンチの右側が。それでそっちの方見てたら違うとこ撮ってました。ちょっともう引いて撮ろう。
難しいな。僕はこの33番の一番後ろの犬がいいと思いますね。なんかやっぱそのこのハンドラーちょっとうまいですよね。ずっと見せてますもん、ああいうふうにしていろいろなんか可愛さアピールしてますもんね、ずっとあそこで。だってみんなこっちにいるんですよ、こっちにいるのに。みんなこっちに並んでるのに、ここで一人でほらここで一人でなんかずっとアピールしてます。あれジャッジに見せてますよね、あそこで正面ずっと。ほらこのピンクの女性もあっちに入ってきますよね、並んで。それなのになぜかあのハンドラーだけがあそこに一人でずっと残ってて、ずっと可愛さアピールしてます。ちょっとこれ聞いて撮るとね、ちょっと分かんないですよね。もっと近づけてこう撮らないと。近すぎるかなこれ。これね、日本人の女性の方の犬ですよ。今足しか見えてないですけど、まあその女性の方の足しか見えてないですけど、それ日本人の女性の方の犬です。これその日本人の犬、まあ、僕は存じ上げないので日本人かどうかも分かりません。別のアジアの国の人かもしれませんが、の方の男性の方の犬ですね。チワワは日本で一世を風靡しましたからね。だからやっぱね、数も多いですし、すごいいい犬が日本にたくさんいると思いますね。チワワはだからやっぱり未だにその好きな人もたくさんいらっしゃいますからね。もちろんまあまあもちろんそちらも当然のことながらということなんですけど、あそこでさっきから可愛さアピールしてますよね、あのハンドラー。ほらもう絶対もう絶対と言います、この33番のこの人のこの犬、この犬が勝ちます絶対。 BOB これ絶対 BOB 間違いない、この犬絶対 BOB、 この犬が BOB です、絶対間違いない。今断言します僕は。まだ今途中ですが、この犬がもう絶対 BOB になります、間違いないです、断言します。
まあ、断言して間違えることもありますけどね、まあ、今断言するのは自由ですからね。これは僕のビデオなんだから僕は自由に使っていいわけですから、まあ、断言しておきます。今そして断言して間違えることももちろんあると思いますけどまあまあ、でもこの犬、この犬もいいと思いますね。このさっきも言いましたが、この黒白の犬、この犬もいいですよ。間違いないですね。そのいいということが間違いない。この犬、この犬、この犬、この犬いいんですけど、あのこの男性はずっとこっちで可愛さアピールしてます。ずっとすっげーいいです。あ、この犬も間違いない、すごいです。ものすごくいいです。これこれ、あれ指が入らない。これこれ間違いないです。これすごい。あれがずっと可愛さアピールしてる。みんなこうやって並んでるんですよ。あそこで一人で、あれが絶対取る、絶対取る。もう間違いない。あ、犬もいいもん、すごい。間違いない。ずっとあれ、彼だけ一人だけあそこで可愛さアピールしてるんですよ。ジャッジにずっとあれ、ジャッジに見せてるんだもん。絶対一番になる。犬もいいもん、犬もで、すごい可愛いじゃん。これどれくらい入ってるんだろう。変なこと言ったらダメ。ここに入るからです。なんかパピオンの尻尾みたいな頭になってる。いや、ちょっとこれ、声が全部ビデオに入るからね、ちょっと今話せない、ちょっと。I can't keep it all straight. It's okay. They'll all go in the ring. Here, so we can't make the bulldog because the bulldog's here.
The dog? No. Oh, wow. ブルドッグのジャッジやってましたね。ちょっとだけ。やーべー、ブルドッグ。ブルドッグやーべー。ちょっとこのせっかく日本人の方なので、ちょっとこっち撮りますね。いやー、参ったな。ブルドッグ撮りたいな。気になる、すっげえブルドッグすっごい気になるんですけど、うわすごい、ブルドッグいいな、やっぱりブルドッグ買おう、絶対将来ブルドッグ買います、絶対。ああ、この男性ですね。これもうこの家はこれが絶対 BOB です。もう約束します。まあ約束はね、すぐ破ったりとかしますけどね。でもこの家は絶対これ BOB 間違いない。これ BOB 間違いない。もう絶対これ BOB 間違いない。この BOB 間違いない。絶対もう間違いない。これ BOB 100%、 もう絶対この犬が BOB です。絶対間違いない。ちょっとこっちが気になる。こっちが、うわブルドッグ気になる。
ルドッグキーはすっげーいいな、ブルドッグ。Right. Yes. Yeah. No, you can't. No, it's good. Wow. Well, this is good. まあいい、ちょっと今チア取り始めたからもちょっとチア取りますけど、もうブルドッグ好きですね。うわもう気になる。今チア取ってますが、僕はブルドッグの方ばっか見てますからね、自分の目では。この33番のブルービーで間違いない。だって犬もいいもん。27。ちょっと待って。ちょっと待って。あれもいい。あの赤いあの人もいいんじゃないかな。ね。その前のもいいかな。赤いのの前。ね。立ち方がいいね。あの赤いの前の。っていうかこれ次にメスとか出てくるんだろうかね。ちょっと相当時間かかる。
チワワにちょっと集中しますずっと全然違うところでなんかやってる。よし、気があるなこれ。嘘、なんで33番が絶対 POB と思ったのに。あれなんで、いやまあでも日本人の人が取ったからまだそれはもちろん嬉しいんですが、His dog. Oh my goodness. まあ約束を完全に破ることになってしまいましたね、そして断言しますと言ったこともそれは間違いでした。まあでも日本人の方が1位になったので、まあ、それは良かったと思いますね。同じ日本人としてそれはもうだから嬉しい間違いだったということですね。本当は嬉しい間違いだった。幸せの間違いであったということですよ。いやでも日本人の方なのかどうかちょっとね僕はよくわかんないんですよね。なんかねこの人のこの今パープルのスーツ着てらっしゃる方の犬みたいなんですよ。今僕のすぐ後ろに座ってらっしゃったんですね、この方が。だからで話もなんかされてて自分の犬だっておっしゃってたので、だから あのパープルの今向こうに歩いていらっしゃ行っていらっしゃるあの男性の犬らしいんですよ。でまあ英語で話してたので日本人なのか中国人なのか分かんないんですが、似た感じ僕は中国の方なんじゃないかなと思って、だ日本人じゃなかったのかもしれないですよね。まあいいです、まあ、とにかくあの犬が、BOB になりました。あの犬が BOB になった。これが BOB。
Oh my goodness. ちょっと入らない。あ。よいしょ。ちょっと、ちょっと取ってくる。よいしょ。Down a little bit if we can. Come on. All right. Ah, bulldog for a minute. Nice. Bulldog, after it's done. Yes. 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 Yes